北朝鮮がミサイル撃ったという報道が今入りました。本当かよ、もうやめてくれ。もう北朝鮮ミサイルばっかり撃って何やってんだよ。もう怖いじゃないか、うん、これ問答無用でね、頭の上から落ちてきますからね。もうドイツがロンドンの上空に見舞った V2 ミサイルみたいなようですよ。もうこんなことね、バン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 気分次第でされたらね、本当にたまったもんじゃないですね。落ち落ち知らんないですよ。でもまあね、新型コロナウイルスにしても北朝鮮のミサイルにしても、まあどんなきっかけで私たちは自分の生命が終わりをもたらされるのか分かりませんから、まあ、後悔なく一日を送っていきましょうということですね、うん、しょうがないですこれはね。ただやっぱりこうミサイル撃つなっていうようなねことはね、遺憾のいいとかじゃなくって、きちんとね、もう怒ってやってくださいよ、ね、そういう時こそ麻生財務大臣の出番じゃないですか。麻生さんちょっと北朝鮮まで出かけていって交渉してくださいよ。模擬外相ちょっと頼りにならないからシェイシェイとか言っちゃいますからね。いってらっしゃい、怖いですね。